すずさん、もう始まっていますよ。おお、すいません。ガールズラジオチーム藤川、チーム藤川ラジオ、皆さんこんばんは。パーソナリティのやつすずです。構成作家の白井とゆいです。プロデューサーの金目なぎさです。チーム藤川ラジオ、今回も楽しくいきましょう。すず、今回も楽しくいきましょうって言ってるけど全然楽しくなさそうじゃない。どうした？そうですよ、どうしたんですか？何かあったんですか？あ、いえ大丈夫です。ちょっと元気がないだけで。もしかして体調悪いんですか？いえ体は大丈夫です。体は？ちょっと心が。なんかあったの？すずがこんなに落ち込むなんて珍しい。何があったか言ってください。私たち仲間じゃないですか。まあお気持ちはありがたいですが、今は生放送中なので。すず、そのテンションで番組進めてもリスナーさんも楽しく聞けないと思うよ。そうですよ、私たちだけじゃなくリスナーさんも心配していますよ。何があったのか教えてください。そうですよね、ありがとうございます。それでは目指した山に現れた壁、閉ざされた道は途方もなく遠く。ポエム？ゆいさん、今いいところなので少し黙っててください。閉ざされた道は途方もなく遠く。すずさん、心配していると言ってくれたのに。すみません、でもポエムじゃなくてもいいじゃないですか。普通に言ってくださいよ。はいはい、そこまで喧嘩しないの。ゆい、別にポエムでもいいじゃない。そうですけど、わかりづらいですよ。え、それもそうだね。すずもなんでポエムにしたの？私たち本当に心配してるんだよ。すいません、私も本当にポエムなら上手に伝えられるかなと思って。一旦整理しよう。さっきのポエムだけど、確か目指した山に現れた壁って言ってたけど、何か困難にぶち当たってるってこと？はい。で、すずさんが壁にぶち当たる？そんなことあるんですか？すずさんの性格上そんなことないでしょ。はいはい、ゆいもあまり突っ込まない。あ、すみません、一つずつ聞いていこうか。何があったの？先日志望校の模試があって受けたんです。あ、大学受けるって言ってたもんね。それで？筆記テストは合格判定だったんですけど、他が。他って？面接です。志望校の受験には面接があるんですけど、そこで不合格の判定が出てしまって。あにゃ、筆記は合格ラインでも面接がダメだったか。すずさん、もともと友達あんまりいないし、初対面の人と話すの苦手でしたもんね。すみません。いいえ、苦手な自覚もあったので面接対策の本をたくさん読んで準備万端で挑んだんですけど、ダメでした。それでショック受けてたのか。でも元気出してください。あくまで模試じゃないですか。かなり本番に近い状況で行った模試でした。でもすずさんなら大丈夫ですよ。ゆいさん、本当に大丈夫だと思ってますか？大丈夫です。本当の本当に？本当に大丈夫です。信用ならないですね。あ、そんなこと言わないでください。まあまあ、すずもショックかもしれないけど気を取り直していこうよ。そうですね、まずは目の前のラジオに集中したいと思います。すずさん、元気出してください。ファイト、すず。はい、それでは行きましょう。チーム藤川ラジオ、この番組はネクスコ中日本ドワンゴの提供でお送りします。どんどんチーム藤川ラジオ、まずは皆さんからのメールを紹介していくメールコーナーです。最初のメールはこちら、ラジオネーム世界の料理店さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。聞いてください。僕は高校生ですが、勤めていたバイト先が潰れてしまいました。初めてのバイト先だったのでショックです。新しいバイトを探そうと思っていますが、なかなかピンとくるものが見つかりません。やりたくないものでもやってみるか、それとも、自分が納得するまで探すか、皆さんならどっちにしますか？理想ではやりたい仕事を選びたいけど、そううまくはいかないよね。私は
新しいバイトをとりあえずやってみるのもいいと思いますよ。初めてのことでもやってみたら意外と楽しいし、新しい出会いもあるかもしれませんし。ゆいさんバイトしてましたっけ？妙に実家のこもった言葉ですけど。やってないですよ。だって私の学校アルバイト禁止ですから。せずはどうなのよ。そうですね、やはり自分の納得すること以外はやらなくていいと思います。鈴らしいね。自分のやりたいバイトが見つかるまで探すってことか。はい、結局やりたくないことをしても続かないと思うんですよね。それなら見つかるまで探す方がいいかなと。鈴の言ってることも一理あるよね。でもお金も必要だしな。じゃあこういうのはどうですか？少しでも興味を持てそうなバイトを期間を決めて頑張ってみるのは、もしかしたらそのバイトもやってみたら好きになって長く続けられるかもしれませんし。それいいかもね。給料がいいとか家に近いとかまかないがあるとか、なんか一つでもピンときたら一度やってみるっていうね。ということで、ラジオネーム世界の料理店さん、ちょっとでも興味があるバイトがあればチャレンジしてみましょう。そこから何か変わるかもしれません。頑張ってください。はい、では次のメールに行きましょう。ゆいさんお願いします。はい、続いてもご相談メールですね。ラジオネーム三日月丸さんからいただきました。チーム藤川の皆さんにご相談です。来年就活を控えてるのですが、面接では印象に残るような受け答えをしたいです。そこで今のうちに面接官の興味を引けるような趣味や特技を増やしておこうと思うのですが、どんなものがいいか皆さんのご意見をお聞かせください。面接官の印象に残るのってやっぱり難しいんですかね？そうだね、面接官は一日に何人もの人を見るわけで、その中で印象に残る人ってごくわずかだよね。大変なんですね。すずどう思う？就職活動の面接であれば、自分の描くキャリアパスとそれにどうコミットするかのサジェッションが重要ですよね。聞こえませんでした？だから自分の描くキャリアパスとそれにどうコミットするかのサジェッションが重要で。すずさん、ちゃんと聞こえています。もしかしてすず、さっき言ってた模擬面接でどんな受け答えしたのか教えて。何ですか急に。面接官の方から、今力を入れて取り組んでることありますかと聞かれました。それに対して私は、白井と結衣さん、金明渚さんという方とアライアンスを組んでスキルの高いラジオをやっており、ファーストシーズンは多くのイシューもありましたが、今は3人でウィンウィンな関係を築けており、番組としてもシナジーが生み出せていると思いますと答えました。横文字のオンパレード。ここまでやったのに不合格だったんです。シナジー、ゆいさん、シナジーです。すず、そんな感じで答えたの？はい、いろんな面接対策の本に社会的な教養のアピールと相手の印象に残る言葉遣いが効果的と書いてあったので、このように答えました。すず、はい、アウト。なんでアウトなんですか？いや、そんなこと言われても教養を感じないし、悪い意味でしか印象に残らないよ。ゆい、すずが言ったこと意味わかった？すみません、ほとんど理解できませんでした。ゆいさんにはわからないかもですが、面接官には。それだけじゃなくて、普段使ってない言葉でしょ。自分をよく見せるために下駄を履いたって、そんなの相手にはお見通しなのよ。そうなんですか？そうですよ、すずさんは普段から意識高い系ですから、そのままでも十分ですよ。普段から意識高い系ってゆいさん少しバカにしてますか？すみません、そういう意味じゃなくて、普段のままの方が人柄が伝わるってことですよ。むしろそういう言葉を使ったから不合格の判定だったんじゃない？すずは変に自分を飾らずにそのままでいれば受かると思うよ。そうかもしれません。ありがとうございます。お二人とも自分らしさと素直な言葉、なんだかいけそうです。そうだ、次の文字ではポエミーに行ってみます。そうだ、その手があったか。元気出たみたいでよかったけど、もう少し考えてから模試に臨んだ方がいいと思うぞ、すず。さて、ラジオネーム三日月丸さんのお悩みに戻ろっか。面接のために何かを始めるよりは、ちゃんと今の自分を見つめ直して言葉にした方がいいと思うんだよね。私もそう思います。つけ焼き場で自分を飾るより、自分の素材を生かしましょうって感じかな。渚さん、勉強になります。はい、ラジオネーム三日月丸さん、ぜひ今のアドバイスを参考にしてみてください。ということで、以上メールコーナーでした。ジャンボ
茶ぶりよ。はい、このコーナーは事務局から各番組にとある無茶ぶりお題が与えられます。事務局が一番うまく答えられたと判断したチームに順位に影響するポイントが加算されます。さあ、今回のお題は何かな。はい、その前に前回私たちが提案したですね、静岡フルーツグリーンソーダの、試作品が完成しました。あ、できたんですね。はい、ということでですね、早速飲んでみたいと思います。こちらです。え、あの、すずさん、これって静岡フルーツグリーンソーダですよ。私の見間違いかな。上にシラスが乗ってるんだけど。シラス乗ってますけど何か。前回シラスを入れないように急いでコーナー閉めたのに。別にダメとは言われてませんから。うわ、これ飲むの。じゃあまずはシラス以外のドリンク部分だけ。おいしいです。ほんと。どれどれ。おいしい。柑橘系のさっぱりさにお茶の渋みがマッチしていて美味しいです。うん、フルーツの甘さもちょうどいいね。これは売れるよ。お二人とも今のその飲み方じゃダメですよ。ちゃんとシラスも食べてください。じゃあすずさん食べてみてくださいよ。いいですよ。ではやっぱり美味しいですね。本当かな。はい、次は渚さん。じゃあどうですか。美味しいね。なぎささん、それ本当ですか。うん、とても美味しいよ。うん、ゆえさんもぜひ飲んでみたら。ですよね。うん、飲みなよ。はい、うん、じゃあゆえさん。それではどうですか。美味しくないです。一緒にするとシラスの塩気がドリンクに合います。なぎささん、嘘つきましたね。美味しかったよ。嘘ですよ。はいはい、シラスのインパクトが分かったところでドリンクの試飲はここまでです。今回のお題を発表しますね。お題は、大丈夫ですか、渚さん。そうですね。あ、今回のお題いいですか。皆さんどうしたんですか。いなくなっちゃったんですか。皆さん大丈夫、シラスにやられただけです。あ、はい、インパクトがすごかったんでね。サービスエリアにお客さんを呼ぶ施策を考えてください。ただし絶対他のチームと被らないような独自のものにしてくださいがお題です。はあ、これまた難しいお題。絶対に被らないものか。藤川サービスエリアだけのオリジナルってことですよね。はーい、若い子向けにインスタ映えするスポットを作るとか。やっぱね、写真を撮って SNS に載せるのが趣味のゆいもいることだし。それは前回の話で。なぎささん、それゆいさんにとっては黒歴史なので触れてしまってはかわいそうです。で、ゆいさん、最近はどんな映える写真を撮ったんですか。もう、すずさんまでやめてください。他の案にしましょう。そうだ。なぎささん、何か思いつきましたか。静岡フルーツグリーンソーダをゆるキャラにするのはどう。どういうことですか。だってこのドリンク上にシラス乗ってるんだよ。こんなドリンクどこのサービスエリアでもないじゃん。それをゆるキャラにしたら話題になってサービスエリアにお客さん来てくれるかも。あー、髪の毛がシラスになってるとか。それ可愛いですか。ゆい、可愛くなくてもいいんだよ、話題になれば。うん、ドリンク自体にインパクトあるし、キャラにもインパクトあったらそれこそウィンウィンな関係じゃない。あ、ウィンウィン。あ、なぎささん、先週はフージーが好きって言っていたのにもう新しいゆるキャラに推し変するんですか。フージーはゆるキャラじゃなくてもはや神様だから。でもドリンクのゆるキャラを作るって発想は面白いですね。まさにドリンクとゆるキャラのシナジーです。シナジー。味はさておき、シラスのインパクトだけはありますからね。ゆいさん、すみません。髪はシラスでできているとして他の特徴どうしようか。うん、果物のアクセサリーをつけているのはどうですか。女の子のキャラにすれば違和感ないですし。いいね、それ。服装はどうしようか。ドリンクの色に合わせて緑色のワンピースとかどうですか。それもいいね。じゃあそれでいこっか。まとめると、藤川サービスエリアのオリジナルドリンク静岡フルーツグリーンソーダのゆるキャラを作る。で、見た目は髪はシラスでできていて果物のアクセサリーをつけた緑のワンピースを着た女の子でいい。はーい。よし、じゃあそのキャラの名前くらい決めておこうか。どうする。フルーツから取ってフルーはどうですか。フルー、
かわいいね。それでいいんじゃない？あ、いいえ。一番のインパクトはシラスなので、そこから取るべきですよ。シラスちゃんなんてどうですか？静岡フルーツグリーンソーダ完全無視じゃないですか。確かにドリンクの要素は薄まっちゃうけど、紙がシラスなら分かりやすくていいかもね。見た目と名前が一致している方が覚えてもらえるし、何より味のインパクトが伝わるよ。やった。ではチーム藤川の答えは、藤川サービスエリアのオリジナルドリンク、静岡フルーツグリーンソーダのゆるキャラしらすちゃんを作るに決定です。イエーイ。やばい、それで決まりなんですか？ということで以上、今週の無茶ぶりでした。本当にこれです。チーム藤川ラジオ。さて、ここからはこちらの企画、チーム藤川レポート。はい、毎回3人のうち1人が藤川サービスエリア近辺の観光スポットやお店を取材、レポート結果を皆さんにお届けします。今回取材に行ったのは私、あゆちすずです。どこに行ってきたの？はい、今回は結成80年、藤川を拠点に活動する伝説のアイドルグループ藤川ガールズの皆さんのところに行ってきました。結成80年のアイドルグループ？ゆいさんが知らなくても無理はありません。知る人ぞ知る伝説の存在ですから。私聞いたことある。その昔10人の女の子で結成され、静岡県で絶大なる人気を得た地元のアイドルグループがいたって。まさかそれが？そう、それが藤川ガールズです。最近は主だった活動をしていませんが、まだグループは存続してるんです。すごい、まだ現役なんて。今回全メンバーに会うことはできませんでしたが、メンバー最年少のトメさんにお話を聞くことができました。あのすみません、ゆうさんどうしました？結成80年ですよね。最年少のトメさんでおいくつになるんですか？ゆいさん、女性の年齢を聞くなんて失礼ですよ。そうだぞ。そうですね、すみません。まったく、自分も女性なら気をつけてくださいよ。まあでも今回は特別に事前にトメさんから OK をいただいたので教えてあげます。トメさんは今年で13歳です。13歳です。結成80年ですよね。計算が、ちなみに来年も13歳です。そうだよ、ゆい、永遠の13歳ってやつさ。永遠の13歳、どういうことですか？このバカらずやを放っといて話を進めますね。まずは今の活動の状況についてお聞きしました。今はライブよりもミーティングを中心に活動しているそうです。この前はメンバーのヨネさんの家に集まってお茶と和菓子でミーティングをしたとか。それってただのお茶会じゃないんですか？いや、ミーティングも立派なアイドル活動だね。そうですよ、議題はメンバーのブロマイドに関する話だったそうです。ブロマイド、やっぱりアイドルといえばブロマイドですよね。今回は人生最後のブロマイドをどう撮影するかでメンバー同士意見を交換したそうです。人生最後、人生最後のブロマイドですからね。彼女たちも文字通り有終の美を飾るわけです。すみません、それってもしかして、イエイエイさん、さっきから何ですか？藤川ガールズをお年寄り扱いして失礼ですよ。すみません、でも人生最後のブロマイドとか言うのでもしかしたらと思って。それくらい命かけてアイドルやってるってことだよね。そうです、彼女たちの熱い思いは結成80年経っても変わりません。トメさんにこの先の活動をお聞きしたところ、なんと来月70年ぶりのライブが決定したそうです。70年ぶり、しかも今回は対バンライブです。ほう、アイドルの対バンライブか。相手はどこなの？はい、藤川ゲートボールズです。それってただのゲートボール大会じゃん。ゆいさん、ライブです、ライブ。確かにゲートボールもしますが、れっきとしたライブです。すいません。そして最後に、トメさんにとってアイドルとは？とお聞きしたところ、トメさんはこう答えてくださいました。私にとってアイドルとは人生であると。モノマネか。それトメさんなんですか？どんなに年を重ねても苦難があってもメンバーの10人絆は揺るがないと、永遠に続いていくものだとも言っていました。なんかいいな、80年経ってもそうやって言い合える仲って。
しますね。そしてトメさん、なんと私たちへのアドバイスもくださいました。チームを長く続けるには相手を認め合うことですよ、とのことです。勉強になりますね。互いを尊重し合うって大事だもんね。はい、すごく勉強になります。ということで、藤川ガールズが気になった方は来月のゲートボール大会を訪れてみてください。以上、チーム藤川レポートでした。続いては CM です。今ゲートボール大会って言いませんでした。渚さん、前回のチーム双葉の放送聞きましたか？ああ、ここんところ商店街の仕事が忙しくて聞けてないんだけど、どうしたの？地元静岡のリスナーさんからの密告で、チーム双葉が富士山は我々のものと豪語していたことが判明しました。へー、そうなんだ。渚さん、へー、そうなんだじゃないですよ。私も聞きましたよ、その発言。これは大問題ですよね、ゆいさん。はい、そうなんですよ。ということで、私たちも富士山ネタの CM やりましょう。そうなんです。絶対に負けられない戦いがそこにあるです。ということで、渚さん、気合い入れてお願いします。はーい、富士山をモチーフにしたこだわりのオリジナルパン、富士山クリームパン。普通のクリームパンより濃厚で美味しいとお客様から評判の富士山型のパンです。中はカスタードクリーム、雪化粧はシュガーデコレで表現。型がないので毎朝一つ一つ手作りで富士山を作っている手間暇かけた富士山クリームパン。ここ藤川サービスエリアの下り側にお店を構える藤川ベーカリーで好評発売中。 8% の税込みで1つ206円です。渚さん、 CM はちゃんとしていましたが、もう少しこう気合というかスピリットというか富士山に対する思い出というかパッションがもっと欲しいです。欲しいです。おー、こわ。静岡県民は富士山のことになると常軌を逸するよね。でもあんたたち富士山登ったことあんの？聞く。以上 CM コーナーでした。ガルラジクイズ。さて、このコーナーではガルラジの他のチームから来た問題に私たち3人が答えます。正解すればセカンドシーズンの順位に影響するポイントが加算されます。私たちも他のチームにクイズを出題しているので、ぜひ各チームの放送を聞いてみてください。はい、今回のクイズはチームご在所からの出題です。チーム藤川の皆さん、こんばんはですわ。せーの、神楽屋怪奇探偵団。団長の神楽夏希です。副団長の穂波あかりですわ。広報担当、徳若美希です。あ、ちょっと緊張するわ。あら、徳ちゃんさん、どうして緊張するんですか？チーム藤川って王道ラジオって印象だから、なんだかピシッとしなきゃって気持ちがしちゃうのよね。皆さんなんだか大人っぽくて、私個人的に金明さんには憧れてるのよ。大人のお姉さんって感じで。あー、確かにそうですわね。私はあゆちさんとは同い年なんですけど、やっぱり年上のようなイメージがありますわ。そうだね。当然だけど、僕にとってはチーム藤川全員がお姉さんだしね。今回はそんな大人っぽいお姉さんたちの間で大流行なものに関するクイズです。はいはい、それじゃあ私から出題します。問題。ご在所のある三重県一の観光名所といえば、やっぱり伊勢神宮ですよね。こうした神社やお寺の参拝客の間で近年あるものがブームになっているんです。もともとは写経を収めた時に受領しましたよっていう証だったって言われてるんですけど、さてそれは何でしょうか？はい、なんか金明さんね、ちょっと徳ちゃんの推しポイントが上がりましたわ。推しポイントが、あらやだ、上がりましたか。ちょっと私の魅力に気づいちゃったのかしら。私もなんだか大人っぽいって。そうですね。そうかな。ゆいさん、あ、皆さん、あれ、ゆいさんなんか言われてましたっけ？そう、流れで来るのかなって思ったら、一人ずつ褒めるシステムなのかなって思ったら、でもみんな私たちのこと王道のラジオって言ってくださってましたしね。確かに、そうだ、はい、それが一番、そう、はい、作ってるのゆいさんですからね。そうよ、作家の白井とゆいです。はい、というわけでですね、はい、答えについていってみましょうか。これいけちゃう、いけちゃう感じしますよ。みんな分かってますよね。せーので言ってみますか。そうですね。オッケー。せーの、御朱印。
あー、じゃあ、え、うん、そんな感じですよね。それですよ、絶対それですよね。なんかお願いします、お願いします。でも、この前みんなで揃えてあんな悲しいことになったんですよね。もう流行って言ってましたよね。流行、あ、でもタピオカかと思ったんだけどね、最初。タピにハマ、タピにハマですか。今年の流行といえばみたいな。いや、どうなんでしょう。でもなんか御朱印帳みたいなやつが確かに流行ってますよね、今。寺女子みたいな、神社女子みたいな。じゃあ行きますか。はい、はい、というわけで、じゃあ答えを聞いてみましょう。ちっちっちっち、はい、時間です。たくちゃん、正解は？はい、正解は朱印または御朱印です。室町時代の末期にはすでにその存在が確認されていたという由緒正しいものらしいですわ。最近はスタンプラリーのような気分でいただく方もいるそうで、トラブルもあるみたいですけど、あくまで寺院に参拝をしたという証なので、ありがたいものなのです。敬意を持って集めるべきですわね。簡単な問題だったんじゃないかな。今度会うことがあったら、皆さんにいろいろとアダルティーな話を聞かせてもらいたいな。まあ、一応私も高校生なのに、私には聞いてくれないんですの。あかりは付き合いが長いからな。じゃあ私はカグリーン。ドクちゃんはたまに子供っぽいところがある子供お姉さんだから、アダルティーにはほど遠くない。ぐということで、今回のガルラジクイズはここまでです。せーの、バイバーイ。やりました、やりました。これはもうあれですね、もう点、はい、上げというやつですか、これが。点上げです。アダルティーパワーです。アダルティーパワー。なんかあれですね、はい、なんですか、ご在所チームにはすごい、とても渚さんの印象がとても強く伝わっている感じがしますね。そうなのですね。私たちってアダルティーなチームだったち、ね、たちっていうか、まあアダルティーで王道でね、答えられてしかいませんね。本当に、うん、そして正解として、よかった、はい、うん、はあ、満足。満足ですか、はい、なんかもう、うん、嬉しすぎて何も言うことがありませんね。じゃあ締めてしまいましょうか。はい、ということで、以上、ガルラジクイズでした。富士は日本一の山。チーム富士川ラジオ。ということで、そろそろエンディングのお時間です。うん、すず、今日はどうだった？あー、冒頭迷惑をかけてしまってすいませんでした。お二人に助けられました、ありがとうございます。やはり自分を偽ってもいい結果は生まれませんね。そうそう、自分を偽るより今の自分を磨いてこ。すずさんはそのままで十分魅力的な人です、私が保証します。なぎささん、ゆいさん、じゃあ最後に私の新たな決意聞いてもらってもいいですか？どうぞどうぞ。もちろんです。うん、タイトル、私の誓い。あれ？私は誓った、あの輝く月に。それは湧き上がるマグマのような鼓動と静かに時を待つような。鈴さん、それポエムじゃないですか。ちょっと、だってリスナーさんからもポエムが聞きたいってメール来てますし。あー、もう時間ないから今回はここまで。ほら、お知らせして。私は誓った、こら、シーブ、いきますよ。チーム富士川ラジオでは皆さんからのメールを募集しています。内容は人生相談、番組の感想、応援メッセージなど何でも構いません。ガルラジ公式サイトよりお送りください。あと、私にポエムを読んでほしいという応援メッセージ、引き続きお待ちしています。それはお待ちしていません。またセカンドシーズンでは獲得したポイントによってチームごとの順位が決まります。ポイントは各コーナーでの回答、 SNS での反応などによって加算されます。はい、9月上旬に中間発表も迫ってるし、チーム藤川がナンバーワンになるための熱い応援を皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。次回9月4日の放送もどうぞお楽しみに。ということで、チーム富士川ラジオ、お届けしたのはパーソナリティのあゆちすずと、構成作家の白井とゆいと、番組プロデューサーの金明渚でした。またお会いしましょう。バイバーイ。チーム富士川ラジオ、この番組はネクスコ中日本ドワンゴの提供でお送りいたしました。